休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に4番八谷貴文議員。4番日本共産党八谷貴文でございます。初めての一般質問をする前に、一言述べさせていただきます。今回の市議会議員選挙におきまして、選挙翌日に当選証書を受け取った際に、選挙管理委員長からは、選挙期間中に掲げた公約は市民との契約行為である、実現のために力を尽くさなければならない、こういった旨のお言葉をいただきました。今政治不信が広がって投票率が過去最低の中、私たち議員に与えられた役割、また責任の重さを認識をさせられるお言葉でした。この言葉の意図を深く受け止めて、この4年間公約実現のため、そして公約にとどまらず幅広く市民の方々の負託に応えられるよう働いてまいる決意です。それでは質問に入らせていただきます。一つ目は、浜松区厚田区の歯科診療再開についてでございます。先ほど高井派の議員から同様の質問がございまして、重複する内容もあると思いますが、伺います。現在、両区とも歯科医が不在の状況となっておりまして、歯科診療が止まっております。歯と口腔の健康については、生活習慣病との関連、全身の健康にとって重要な要素であることが近年明らかになっていることはご承知のとおりだと考えております。そのことからも健康寿命を延ばすために歯科診療は非常に重要であると考えます。現在浜松区厚田区の住民は歯科にかかるために長距離を往復しなければならず、もしくは診療自体を諦めてしまっている、こういった住民の方々も出てきている現状がございます。市街地で暮らす住民の方々と浜松区厚田区で暮らす住民の方々の健康について格差を生んではならない、そういった観点からも浜松区厚田区の歯科診療を早急に再開することが必要と考えますが、見解を伺います。加藤市長。失礼しました。鎌田副市長。ただいまの浜松区厚田区のその診療、歯科診療のご質問について、私の方からお答えします。さっき遠藤議員の方にもお答えしていますように、両区の歯科診療の分につきましては、医師の確保がなかなか難しいということで、引き続き札幌歯科医師会の方には、いろんな状況の中でお願いはしていますけれども、なかなか残念ながら実現には至っていないところでございます。繰り返しになりますけれども、非常に両区での歯科診療の大切さというのを私も認識してございますので、引き続きあらゆる機会を捉えながら、粘り強く歯科診療体制の確保に向けて努力してまいりたいというふうに考えてございます。私から以上です。4番八谷貴文議員。再質問いたします。歯科医の募集の方法として、例えば業界誌などに広告等は出しておられますでしょうか。そしてまた昨年9月に樽川地区に開院した白熊子どもクリニック、これがございますけれども、医師会士として10年間で5000万円の助成をすると、伺っております。このこと自体については異論はもちろんございませんし、むしろ子ども健康と命守る手厚い支援を行っていることについては評価できる取り組みだと考えております。その点を踏まえて、浜松区厚田区の歯科医院を誘致するにあたって助成金などの仕組みを作るお考えはないでしょうか。浜松区厚田区の地理条件というのは、旧石狩地域の市街地に比べると誘致のハードルがかなり高いことから、支援の必要性というのがとても高い、そういったふうに考えます。いかがでしょうか。
鎌田副市長、副市長。重ねてのご質問に私の方からお答えいたします。最初に医療業界誌に、募集広告を掲載する考えというなんですけれども、札幌歯科医師会に、実施していただいている会員向けの、ダイレクトな情報提供が最も、効率が高いというふうに考えて、それを行ってきたところでございますけれども、今後も、同医師会と、相談しながら、この掲載も含めてですね、効果的な募集方法についても探ってまいりたいというふうに考えてございます。それと助成制度の関係なんですけれども、現時点では歯科医療の確保については新たな公的支援を行う考えはございません。すでに札幌医師会の方とは、仮にどんな条件が整えば会員の中から開業を希望する方が出てくる可能性があるかどうかも含めて、そういった情報提供をお願いしているところでございますので、そんなことも含めて今後取り進めていきたいというふうには考えてございます。ただ助成を行うにしても地域で安定的なその診療体制が継続されるか、そこがポイントになるのかなというふうにございます。具体的に言いますと、採算が合わない状況では撤退することもの懸念もあるのかなというふうに考えてございますので、小児科の先ほどご質問にもありました小児科の誘致の際にもですね、実際に当該医師の方で安定的な経営に向けたさまざまな情報収集を行って分析を行った上で、今回、本市での開業を決断したという経緯もございますので、そういった安定的な経営に向けての部分のどんな方法があるのかということも含めてですね、将来的な受診の動向あるいは費用対効果も含めて、慎重にちょっと対応すべき課題かなというふうに私は考えてございます。私からは以上でございます。4番八谷貴文議員。白熊子どもクリニックに関するお話、ご答弁いただきました。しかし近隣の札幌市手稲区やまた北区といったすぐ距離的に近いところに他の小児科がある中で、あえてこの石狩市に誘致したというのはやっぱり市内にも必要というたくさんの声があったから支援策も決定したものではないかというふうに考えております。浜松区厚田区の歯科診療は生活圏内に全く歯科がない状況になっておりまして、一日でも早い診療再開、このためにさまざまな手法をご検討いただくことを要望しまして、一つ目の質問を終わらせていただきます。次の質問に移ります。続きまして浜松区厚田区の公営住宅等について伺います。現在浜松区厚田区におきまして、仕事などによって転入してくるにあたって住居が不足している旨の声が高まっております。また現在区内に居住をしている高齢世代が自宅の維持また当期の除雪等の苦労から公営住宅に移り住む、そういったケースも出てきておりまして、札幌市の同営住宅へ転出してしまう、こういったケースもこの春に、自分の近くで2件あったばかりです。両区においきましてはさまざまな世代家族構成そして収入状況などを考えますと、住民のニーズは本当に多種多様だなと考えております。そのためにさまざまなニーズに合った住宅が必要となります。例えば単身者であれば厚田区にあるような単身者住宅が合致すると思いますし、家族がおられる方の場合では多人数で暮らせるような広さや間取りも必要となると考えます。また高齢世代が暮らしやすい住居形態というのも必要になってくるのではないかなと考えますが、さまざまなニーズへの対応必要と考えますけれども、どのようにお考えになるかお伺いいたします。小高キャ経済部長。ただいまのご質問に私の方からお答え申し上げます。厚田浜松、両地域の住宅対策についてでございますが、本年度早々に、本市が所有する、職員住宅や、公営住宅などのほか、本市が助成して、建設いたしました民間アパート、こちらも含めまして、入居可能な住宅の戸数や入居状況、公的住宅の現状と、
現時点での両地域への住居ニーズの調査を行ってございます。その結果、入居可能な住宅はあるものの、今後の需要の状況によっては、さらなる住宅の確保が必要と、改めて認識をしたところでございます。今後これらの空室状況を随時把握いたしまして、情報の提供を行うなど、既存住宅を活用した支援を行っていくとともに、新たな住宅整備につきましても両地区とともに検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。4番八谷貴文議員。再質問いたします。例えば合併時の新市建設計画合併まちづくりプラン、この中には公営住宅の建設、またケアハウスの建設も含まれておりました。この計画進んでいれば今ほど多様な住宅問題噴出していなかったのではないかなと考えます。今一度この計画に立ち返って、そして現在抱えている問題にも対応できるような整備事業が必要と考えますが、いかがでしょうか。ことが企画経済部長。重ねてのご質問に私の方からお答えいたします。これまで現状の認識がしっかりできていなかったと、これは必要とする方、あるいはその空き家公的住宅の状況がしっかりとされていなかったということでございます。今回改めて、細部にわたり調査を行ったところでございまして、今後におきましてはその空室状況をしっかりと把握した上で、多種多様のニーズに応えるべく、新たな住宅整備につきましても両地区とも検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。4番八谷貴文議員。今、多種多様なニーズにも対応できるようにという、お言葉をいただきましたので、ある一定の前進があったかなと受け止めております。石狩市全体では転入超過ということですけれども、浜松区厚田区におきましては年々人口が減っている状況が続いております。両区の住宅問題は本当に切実だと考えますので、しっかりとご対策を取っていただくことを再度求めまして、次の質問に移らせていただきます。次は地域自治区の設置について伺います。2007年に合併をしまして、今年の10月で18年目を迎えます。浜松村と厚田村は合併時の特例として地域自治区の浜松区厚田区となっております。この間地域の人口減少には歯止めがかかっておらず、地域の急激な衰退が明らかとなっております。今後両区におきましては市民が持続的に生活をしていくために一層の振興策が求められると考えております。そしてその中心的な役割を果たすのは両区の支所、そして地域自治区でありまして、その中の地域協議会は単なる諮問機関ではなくて、自ら権利できる機関として設置をされていると理解しております。今後の振興策を策定して実行していくためには、これはなくてはならない仕組みだと考えます。そのことから合併後20年を経た後も地域自治区の設置の延長は必要不可欠であると考えますが、見解を伺います。加藤市長。ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。本市では合併市町村において地域課題の対応や行政に地域住民の声を反映させるなど、円滑な合併に資することを目的として、市町村の合併の特例に関する法律に基づく地域自治区を設置しております。また、合併に際し策定をされた合併まちづくりプランは、合併特例債を活用するために必須の計画であり、地域協議会が審議をする重要事項の一つとなっております。これまで合併特例債の発行期間が平成26年
令和元年の2度、それぞれ5年、計10年の延長となったことから、合併特例主催を活用するべく、議会の承認を得て、合併まちづくりプランを都度延長すると同時に、その審議機関である地域協議会を存続するため、地域自治区の設置期間も延長してきたものであります。今後、合併特例債の発行期間の延長がない場合、合併まちづくりプランとそれに伴う地域自治区の設置期限の延長の必要がないこと、また地域自治区設置期間はその趣旨からおおむね10年程度とされており、本市においてもその目的はすでに果たしたものと考えておりますことから、合併後20年となる令和7年度末をもって地域自治区は廃止されることとなります。いずれにいたしましても、今後もより石狩市の一体性を育むことや、地域の意見を行政に届けることのできる仕組みが必要だと考えております。これまで地域協議会が果たしてきた役割の継承や支所の在り方など、今後の地域の在り方につきまして、地域協議会を中心に地域の皆様と質の高い広範な議論をしてまいります。以上であります。4番、蜂谷隆臣議員。再質問をいたします。道内の合併をした自治体の中には、地域自治区についての設置期限を 無期限として永続的に設置している自治体もございます。こういった事例に学ぶものは多いと思いますが、いかがでしょうか。また地域自治区、自治の主体は地域で暮らす住民であると考えます。その住民の意見がまだ集約をされていない、このタイミングで地域自治区廃止の方向を公式の場で表明されたというのは、やっぱりこれは地域住民の意思が反映されておらず、時期尚早ではないかと考えます。まずは廃止ありきではなくて、ゼロベースから地域で議論を進めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。加藤市長。重ねてのご質問にお答えをいたします。先ほどそのいきなり廃止という部分については、まず合併特例債の発行期間の延長がない場合というふうに冒頭述べさせていただきました。そこがやはり一つの大きな前提となるものと思っています。現時点におきましては、この合併特例債の設置期限の延長という部分がですね、まだ不透明でありますので、あくまでもこのことが前提となってということであります。まあ、そういう観点からいきますと、いずれにしても地域の意見を行政にその届けることができる仕組みというのはですね、仮に令和7年、7年度末をもって、廃止をしたとしてもですね、その仕組みは十分、精神、内容等については残される必要があるというふうにはですね、考えておりますので、そういう意味では、これからの地域協議会において、そのことも含めて、両地域協議会とですね、行政とは十分な議論を図っていかなければならないというふうに考えております。私からは以上です。4番、蜂谷隆臣議員。再々質問をさせていただきます。地域自治区は法律上の規定がなくても、市町村の判断によって、地域自治区と同様の仕組みを設けることが可能とされております。そしてまた、地域自治区制度の趣旨は、地方自治制度上、市町村の区域内において、
より狭い区域を単位として住民の意思を反映させる仕組みを明確に位置づけ、住民自治の拡充方策等を充実しようとするところにあるとされております。浜松区厚田区は旧石狩地域に近距離で隣接をしているならともかく、かなり距離が離れており、地域特有の課題を多く抱えていると考えております。そして地域自治区設置によって、この石狩市の市役所本庁としましても業務遂行上のメリットがあるのではないかと考えております。合併特例法による例えば延長の手もあれば、地方自治法に基づく地域自治区の設置をする、この道もあると考えます。そしてまた合併協定においても地域自治区の存続についての付帯決議もされております。このような観点からも、地域自治区まず廃止ありきではなくて、どういった道があるかということをしっかりと議論していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。加藤市長。重ねてのご質問にお答えをいたします。まあ、確かに、廃止ありきと、あくまでもその合併特例債の延長がないという条件ではありますけれども、おっしゃるように、地方自治法に基づく地域自治区、市というものは市全域への設置となって、現在の市所のような事務所を自治区ごとにこう設置することとなります。そしてその事務所というのは市長の権限の一部を移譲して業務を行うものであって、地域協議会は事務所が行う業務や区域の重要事項に関する審議意見を行うこととなると。地域協議会や事務所の設置、地域協議会での審議のルールなどですね、やはりその地域住民にとってはその大きな負担になることも懸念されるのではないかなというふうに考えております。まあ、そういう観点からいけば、これらの手続きっていうのは、私どもその自治基本条例で市民によるまちづくりを進める本市におきましては、現行の審議会制度、またその枠内での工夫によって十分可能であるでしょうし、他の自治体においても地域の実情に合わせて自治体の自治ルールにより広く行われている部分もあるかと思います。ただいずれにしてもですね、どういう形であれ、とにかくですね、決してその地域の意見を行政に届けることができないというわけではありませんので、そういう観点からいけば、先に述べたようにこれまでの地域協議会が果たしてきた役割の継承であるとか、市長の在り方であるということについては、地域協議会を中心にですね、きちっとした議論をさせていただいてですね、今後の方向性を定めていきたいなというふうには考えております。私から以上です。4番八谷隆文議員。加藤市長の所信表明の中で、浜松区厚田区について生涯にわたって生きがいと誇りを持って暮らすことができる地域を作ってまいりたいとありました。そしてまた同じく所信表明の中では、渋沢栄一氏の夢七君ですか、これについては私も本当に共感するところだなと考えております。地域で暮らす人々の幸せを考えるからこそ、求めるからこそ、議員の立場としての私の夢を持って行動しなければならない、そこは市政執行者である市長と本当に共通するところではないかなというふうに考えております。地域自治区のあり方、今後も課題の解決に向けて引き続き取り組んでまいりたいと考えております。それでは次の質問に移らせていただきます。次に子ども医療費の窓口負担についてであります。15日の代表質問におきまして、高井派の議員から同様の質問がありましたので、重複する部分ございます、あるとかと思いますが、質問をさせていただきます。現在石狩市において子どもの病院窓口負担への助成は、通院が12歳年度末、そして入院が15歳年度末までとなっております。一方で全国1741市区町村の状況を見てみますと、9割以上の市区町村で15歳年度末まで以上となっておりまして、その約半数の自治体が18歳年度末までとなっております。これは令和3年4月1日現在の厚労省の資料ですから、
今後18歳年度末までの制度の拡充、これは全国的に進んでいくんであろうと考えております。市長の所信表明の中には子どもの医療費に関する公費負担のあり方の検討の文言があったということは、子育て世代の市民にとっては本当に希望になったと考えております。今後全国的に18歳年度末までがスタンダードになっていくことを考えると、石狩市は段階を踏んでいくのではなくて、通院入院のどちらも18歳年度末まで拡充してはいかがでしょうか。時代の要請に沿った市長の大胆な決断を求めますが、いかがでしょうか。田村保健福祉部次長。ただいまのご質問にお答えいたします。子どもの医療費助成につきましては、先の安倍議員のご質問でも市長よりお答え申し上げましたとおり、来年の4月から通院にかかる医療費助成を中学3年生まで拡充する方向で検討を進めてまいります。ご質問の18歳の年度末までの助成対象年齢の拡充につきましては、子ども医療費の目的を踏まえますと、対象年齢の考え方を含めて、本来は国の施策による一律の制度が望ましいと考えております。対象のさらなる拡大については、慎重であるべきと考えているところでございます。まずは来年4月から中学校3年生まで助成対象年齢を拡充して、年齢拡充後の医療費等の推移を見定め、安定的かつ持続的な制度としてしっかりと運用していくことが重要であると考えております。以上でございます。4番八谷孝臣議員。気軽に受診ができる環境を整えると、やっぱりそれは軽度の段階での受診を促して、重症化や慢性化を予防することにつながると考えます。それによって医療費を減らして国庫会計の方にもいい影響が出るのではないかなと、そういったことも予想できるのではないかなと考えております。今回市長の所信表明にも先ほども繰り返しになりますけれども、子育て応援の文言が入った、こういったことに対して市民の方本当に注目しているのではないかなと考えております。早期にこの石狩市においきましても、通院入院この医療費助成18歳年度末までとすることを再度要望しまして、次の質問に移らせていただきます。それでは最後に、燃油肥料飼料資材費等の高騰対策についてお伺いをいたします。昨年から続く燃料費、そして肥料飼料資材費等の高騰によって、農業漁業など一次産業で働く市民の経営が苦しい状況に置かれております。これは現場からもたくさん声が寄せられております。石狩市の基幹産業である農業漁業を自治体として具体的に支援する姿勢が求められているのではないでしょうか。国の新型コロナ対応地方創生臨時交付金、これは農林水産業者への支援にも活用できる旨が示されておりまして、例えば近隣自治体では東別町、また恵庭市千歳市が支援策を決定しております。石狩市においても支援策を国や道に任せるだけではなくて、可能な範囲で支援をするべきだと考えますが、市長の見解を伺います。佐々木産業振興担当部長。ただいまのご質問にお答えいたします。国におきましては、燃料や肥料等の価格上昇による影響緩和策として、農業分野では土壌診断や堆肥の利用など化学肥料低減に向けた取り組みを行う農業者に対し、前年度から増加した経費の7割を支援金として交付する肥料価格高騰対策事業を制度化したところであり、現在市農業再生協議会におきまして申請受付を開始し、今後8月上旬をめどに交付申請を行う予定となってございます。またこれまでの間、北海道におきましては物価高騰緊急対策として肥料購入費用の一部を支援する化学肥料購入支援金給付事業を実施したところであり、
対象者におきましては本年2月に給付を受けていると伺っております。漁業分野におきましては原油価格が一定の基準を超えて上昇した場合の影響を緩和するために国と漁業者、養殖業者の拠出による補填金が交付されるセーフティーネットが構築されており、石狩湾漁業協同組合におきましても約7割の組合員が制度に加入し、すでに補填金の支払いも行われていると伺っております。したがってこれらの支援制度の活用によりまして農漁業経営の影響緩和が一定程度図られるものと考えております。市といたしましてはこうした一次産業に対する国や北海道の支援制度の活用の推進とともに農業漁業経営の実態につきまして関係団体などと情報共有に努めながら今後の社会情勢の変化を注視し財源の確保を含めまして必要に応じ対策を検討してまいりたいと存じます。以上であります。4番八谷隆文議員。再質問させていただきます。例えば隣の当別町では、農業者への支援として予算規模は2000万円程度と、伺っております。この支援策経営を左右することではないとは思いますけれども、しかし私が思うには自治体の基幹産業そしてその従事者に対する激励の意味合い、こういったものが強い政策ではないかなと考えております。そしてこの石狩市基幹産業はやっぱり何といっても農業漁業ではないでしょうか。激励の姿勢を自治体として一定の形で示すべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。佐々木産業振興担当部長。かがねてのご質問にお答えいたします。自治体独自の支援策についてでございますが、先ほどお答えいたしましたとおり国や北海道において対策を行っている状況もございますことから、まずはこれらの支援策を利用いただくことを第一に捉え、その状況を踏まえながら市として何ができるか、当然財源の問題もございます。これらを含め考えてまいりたいと存じます。以上であります。4番八谷隆文議員。今後も農業漁業を取り巻く経営環境を継続的に注視をしていく必要があると考えますし、またその時々に応じて自治体の姿勢はどうあるべきか、こういった議論を深めてまいりたいと考えております。そのことを述べまして大変緊張しましたが、本定例会の私の一般質問を終わります。以上で4番八谷隆文議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。再開は13時といたします。